Buongiorno, sono Emanuela della Legazione di Tokyo e questa mattina siamo al bar Pietre Preziose in Hiro, in Tokyo, per parlare un po' della colazione all'italiana. Prima però di iniziare vorrei presentarvi gli ospiti di questa giornata, che sono Masakatsu Ikeda, Buongiorno. giornalista enogastronomico con una profonda conoscenza della cucina italiana, e che per approfondire questa conoscenza ha deciso di vivere in Italia, a Sì. Firenze precisamente, quindi un vero esperto della nostra cucina. E poi abbiamo Chinatsu Yamanuchi, Buongiorno. buongiorno, che oltre ad avere una formazione in nutrizione è un'appassionata di cucina italiana con molti libri di cucina al proprio attivo. Siamo in un tipico bar italiano, nel pieno centro di Tokyo, e questo non può che farci un grande piacere. La colazione all'italiana è una delle poche dolci in Europa, ma solitamente quando si parla di colazione all'italiana immediatamente viene in mente cappuccino e cornetto. In realtà questa è una bella coccola da prendere al mattino, ma non è la nostra colazione tradizionale, che in realtà è un poco più semplice. Chiedo quindi a Masa di illustrarci quella che è la colazione tradizionale italiana. Sì,今の彼女の、質問ですけど、簡単に日本語で説明すると、イタリア式の朝食というのは、皆さんこうカプチーノとコルネット、あるいはブリオッシュという地方もありますけど、こういうバーで食べるね、ピエトロ・プレツィオーゼみたいなところで、が典型的な朝食と思われているかもしれませんけども、実はそのイタリアの家庭ではですね、まあ、それと一緒、ちょっと特殊な例であって、毎日誰もがイタリア人がバールに行って食べるわけじゃないんで、本当もっと家庭ではですね、もっとよりシンプルで、例えば家庭で食べるときは、ビスコッティ、フェッティビスコッティって言いますけども、例えば全粒粉を使ったものですとか、いろんな種類のライ麦が入ったものとか、そういった栄養学的にもちゃんと考えてですね、あとその牛乳を必ずお家では飲むようにしてるんですって。例えばカプチーノとかね、カフェマッキアートとか、僕らも今おろしてますけども、そういうのもありますけど、ちゃんとその家庭ではもう少しこの栄養学的にもバランスの取れた食事をするようにしてるのがイタリアなんですよね。で、それと必ずしもイタリアの朝食が甘いものだけじゃなくてですね、塩味のものも実は頻繁にとってるんです。で、例えば地方ごとにそれはいろんな特徴がありますけど、例えばジェノバっていうね、港町がありますけども、ジェノバですと、例えばフォカッチャ・ジェノベーゼといった塩味の、ちょっと柔らかい塩の効いたパンですけども、そういったものですとか、あと彼女はパルマの出身なんですけども、パルマですとニョコフリット、米キアマテ、トルタフリッタ。トルタフリッタね、失礼しました。トルタフリッタっていう、パスタ生地をこう揚げたもので、それに例えばそのプロシュートですとか、あるいはボロンジャスのモルタデッラとか、そういったサラミ類と一緒に食べて、その組み合わせはビノビアンコ、ジュースと米アビナメント。Qualche volta sì, con le frittelle di baccalà, sì. あとはそのバッカラというね、干し鱈の揚げ物もありますけども、そういったものを食べるときは朝食に、ね、白ワインを、ね、飲むそうです。だから必ずしも朝食はカプチーノだけではないと。それともう一つ、あと季節的なこともありますけども、イタリアの中でもその重要なお祭りというのは、秋の、冬のクリスマス、ナターレと、あと3月、移動祝祭日ですけども、イースター、パスクアがありますが、パスクアに関してはですね、特にその朝からこの塩味の効いたものを、ちゃんと料理としたものを食べる習慣がありまして、例えばこれもローマの話ですけども、ローマですとコラテッラという料理がありまして、でコラテッラというのは羊の内臓、肺とか胃とか、腸とか、そういったものを炒めて、あとその春の季節は、そのローマはアーティチョーク、カルチョーキが有名なんで、それと一緒に炒めたコラテッラという料理があるんです、ローマ料理が。それを朝から食べたりします。そういった時には必ず登場するのが、ゆで卵なんですよね。ゆで卵ってのは、そのイタリアのイースターに関して言うと、この再生の象徴ですんで、ゆで卵と羊の内臓をもつ炒めっていうのを朝から食べたりするそうです。Quindi, Prego. oh, grazie. ありがとうございます。Abbiamo un bellissimo どうぞ。caffè macchiato, カフェマッキアートですね。perfetto per una colazione. オーナーバリスタの阿部さんですからね。Grazie. マスクですか。 はい。E dei bellissimi biscotti. ここに置いとこうか。はい。ここに置いとこう。
Quindi, hai... Masa, abbiamo illustrato quella che è la colazione tradizionale, ma abbiamo anche dato qualche informazione su delle colazioni salate un po' meno usuali nella tradizione italiana. A Cinazzo chiedo la differenza, diciamo, principale tra la colazione tradizionale italiana e la colazione tradizionale giapponese, che stando alle mie conoscenze è molto diversa rispetto alla colazione italiana. で、まあ一応その日本語でね、説明させていただきますと、今ちょっとイタリアの塩味の朝食の話も出ましたけど、それはあくまで例外的なものでして、イタリアに関して言うと圧倒的にやはり甘いものが多いんですけども、で、ここで今お聞きしてるのが山之内千夏さんに、その日本の朝食は一方やはり塩味のものがね、圧倒的に多いと思いますけども、その辺の違いをやはりこの食のプロとしてどのようにお考えですか？ 日本における伝統的な朝食のスタイルというのは、江戸時代から日本は朝ごはんを食べる習慣が始まったって言われてるんですけど、大体ご飯とお味噌汁、それにお魚とか卵とかお肉、何かタンパク質、大体その3種類を取るというのが伝統的な朝食スタイルだと言われていましたが、 今は本当に多様化してると思います。私が子供の頃からやっぱりパンを、パン食をする文化っていうのは、かなり、トラディショナルな感じの中にも入ってきたので、パン、ご飯の代わりに取ってパンになるとか、そういった変化はあると思いますが、大体その栄養学的には炭水化物と、タンパク質と、 あとミネラル分のあるもの、その3つで構成されているのが伝統的なものから今の朝食のスタイルでは、同じ、一貫して同じっていうところはあるかとは思います。ただ今は家族で揃って朝ごはんを食べるというのがだいぶ変化してきていますので、それとあと思うのはコンビニエンスストアの台頭で、かなり食習慣は変わってきていて、逆にイタリアのように甘いものと コーヒーで朝食を取るというのもだんだん増えてきてるとは思います。さっきおっしゃったその炭水化物と炭水化物とミネラル分と、あともう一つ何とおっしゃいましたっけ、炭水化物とミネラル分とタンパク質、そういう一汁三菜のと考え方ですよね。そうですね。朝ごはんのご飯が炭水化物であって、あと残りの二つのものはその三菜の部分でと。はい。あと、あと、なんか戻っていきたいですけど、クロスペイド。 così nessuno è riuscito a capire, ma mi sembra che la colazione italiana abbia ormai conquistato tutti, anche i giapponesi, più o meno. Ma in considerazione della sua profonda preparazione per quanto riguarda la cucina italiana、non è che ci potrebbe consigliare una ricetta tradizionale italiana che potrebbe piacere anche ai giapponesi? あとはその食のね、専門家として山之内さんにこの今エマヌエラが質問したことは、イタリア料理 まあ、たくさんありますけども、山之内さんがご存知の中で、日本人に朝食になってもいいんじゃないかと思われるものは何かしらありますか？特に今の忙しい人たちにおすすめで受けられるのかなと思うのは、穀類の入ったミネストラは日本の朝食のシーンに入っていけるんじゃないか。イタリアの方にすると、 そんな晩ご飯に食べるようなものと思われるかもしれないですけれども、一つのものでもう完全栄養食という形で受け入れられるんじゃないかな、受け入れられるといいなというふうに思います。なるほど。 Quindi la minestra di cereali dolce o salata? È salata. Salata. Possiamo avere poi la ricetta completa? Sì. Così la prepariamo? Sì. Perfetto, proporrei quindi di provare questo caffè e il biscotto per la colazione all'italiana. All'italiana, dosa, biscottino. Abbiamo gustato un buonissimo caffè che mi è piaciuto molto e vorrei ringraziare Masakatsu per il suo contributo. E vorrei ringraziare tantissimo Cinazzo che ci farà avere queste ricette da proporre anche agli amici giapponesi per una colazione però all'italiana. Grazie mille. Grazie. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Bene? Fine. Ma grazie, yeah! Questa mattina siamo al Bar Pietre Preziose e
finalmente dopo tanto tempo posso appoggiarmi al bancone di un bar, perché tutto quanto qua ha un setting italiano. Sono in compagnia di Abesan, che è il proprietario del bar ed è un istruttore ufficiale dell'associazione dei baristi giapponesi. Ad Abesan vorrei chiedere se i giapponesi vengono effettivamente al bar per fare colazione o se vengono solo per una pausa caffè. こちらのピエトリプレッツェさん のイタリア式のバールですけども、はい、日本の方はこういったバールで朝ごはん食べに来るんでしょうか、それとも午後お茶をしに来ることの方が多いんですか。はい、朝ごはん食べに来る方多いです。ただ、私もイタリアで感じたのとはちょっと違いまして、日本の人はやはり甘いものよりは塩気のあるものを召し上がる傾向があります。ですので、パニーノも何種類かご用意してるんですけど、やはりどちらかというと甘めのよりはハム系のものとか、ツナとかですね、やはりこう塩分の強い、ものを好む傾向があります。甘いものはどちらかというと午後に召し上がる傾向があるかなっていうのは感じますね。Grazie infinite per averci ospitato. È stata un'esperienza veramente molto carina e speriamo di vederci presto con i biscotti di Abesan.